なんで魔王がそんなとこにいんだお前。魔王さん。魔王、スライムが魔王なの。はい、どうもこんにちは、こんばんは。ライです。というわけで今回はこちらの、もしも勇者が無能だったら、こちらのゲームやっていきたいと思います。まあ、勇者が無能なんてこと結構なかなかないだろうけどね。早速やっていきましょう。いくよ。おい、ハロルド。起きて。あ、これが勇者、俺か。ずー。目を開けて寝てるのはテクスチャがないだけだから気にしないでね。ずー。あ、片目開けてる。ほんとよくよく見たら片目開けてんな。ほら、そういう配慮する暇があるなら起きて。あと2023年。ん？どうした？それ、制作現在の時間だと4046年になるよ。ちょっと待って。ん？あと2023年寝かしてくれってこと？すごいな、ハロルド、お前何世紀生きるつもりだよ。城では勇者なかなか来ないの。あ、勇者待ちなんだ。王様、私が様子を見ておきましょうか。お願い。兵士有能だな。なかなか寝てる。寝てました。まぐっすりしてました。起こしてこい。はい。往復大変だな。そんなこんなあって。あ、こんにちは。うちの山田ハロルドがすみません。上の名前初めて知った。山田って言うんだ。割と普通だ。しかも王様直々に来てんの。あ、大丈夫じゃよ。起きろよボケー。すげえ吠えたな今。ライオンかってぐらい吠えてたよ。ふわ、誰？あれ？僕はもう王様の話を聞いたよね。魔王を倒せって話じゃなかったっけ？夢だよ、それ。ああ、夢の中で依頼受けんな。魔王を倒してほしいのは合ってるけどさ。待って、まだ心の準備がすげえだらけてんな、この勇者。じゃあもう心の準備でも何でもしててくれ。用事が済んだら外に出ろよ。さ、これで？あ、もう動けんのか。なるほど、オッケーオッケー。じゃあいろいろ調べようか。半分しかないベッド、これが気になるけど、まあいいや。そこの人は？準備できたら早く行くんだよ、ハロルド。オッケー、じゃあいろいろ準備しないとね。なんか持ってきるもんがあんのかな。食べ物。あ、人参？人参だ。やったね。人参でそんな喜ぶか。どういうことだ。キッチンとかは人参だ。やったね。お前人参大好きすぎだろ。これは壺だ。壺、何もないのか。この真ん中に置いてあるパンみたいなのは何もないのか。樽はこっち。これは樽だ。これは樽だ。同じかい。全部言うこと？もう一回寝ちゃう。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。もう一回は寝ねえよ。え、寝てみる一旦。これもしかしてゲームオーバーになる可能性あるから、一旦寝てみよう。おやすみ。さあ、どうなった？これは。なんかクリアしたみたいな BGM だけど。ああ、起きた。よかった。ゲームオーバーとかではないんだ。一旦アイテムとかはさすがに持ってないね。オッケーオッケー。装備もハロルドソードとかがあるだけ。ハロルドが子供の頃に買ったおもちゃの剣、真剣も使える。なるほど。他は特にないね。魚？なんで装飾品に魚があんの？魚を装着してる。あんま気にすんない。気になるわ。めっちゃ気になるんだけど。いや、一旦これで最強装備にして、よし、じゃあ行きましょう。外出ようか。行っちゃう？まあ行こうか。早速ね。じゃあ、心の準備できた？ん、ちょっと待って、なんだ？心の準備できた？はい。なんか、あれ待って、ハロルドの家でかくね？ということで、1万円やるぞい。これでなんか買うよ。1万円か、魔王のために。まあ、大体そんなもんか。1万円ね。戻る。あ、戻った。戻ることもできんだ、一応。戻ることもできると。了解、了解。まあ、いろいろ、なんか防具とか揃えていけばいいんだよね。そこの中入ってみようか。さあ、剣とか防具とか売ってるよ。なるほど、結構広いな。お前、机の上に乗んな。一泊15ユーロで寝ます。お泊まりになりますか？あー、なるほど。ここはそういうタイプの店なのか。武器買いますか？防具買いますか？感じが違うな。武器、そうだな、武器買おうか、一応。なんか買えるかな。お強いソード、2000円。名前の割にそんな強くない。これもおもちゃよ。おもちゃ多いな。ソード !5000 円。めっちゃ剣。雑だけどこれ強そうだな。ぶっ壊れ騒動。あー、めっちゃ高えな。買えねえよ、こんなの。すげえ強いな。これ本当にぶっ壊れてんな。これ買えたら強いね。まあ、一旦装具買っとくか。買って、あとは防具の方買おうか。さあ、防具だと、おもちゃの盾、麦わら帽子。麦わらの、あ、完全に今、あいみょんが出てきたな。T シャツ、服には、ゾアと書いてある。はぁ俺が言いたい。はぁだよ。リボンは僕にはできるだけ着せるなよ。男だからね。ああ、リボンは嫌なんだ。なるほど。クソハチマキ。マイナス510になってるけどやばくない？クソみたいなハチマキ。ひどいな。なんか使えるもんなんもねえな。おもちゃの盾が一番なんか、買って損はなさそうだね。これ買おうか。で、一旦装備。最強装備。よし、これで OK。あとは、あ、ピエロいる。ピエロ滝です。私に1万円払ったらいいことありますよ。うわ、さっき使っちゃったな。さっきこっち見たかった。怪しい。払ってみる。払えないけどね。払ってみるか。代金が足りませんよ。まあ、そりゃそうだよな。なるほど。ピエロもいると。これなんだ？左を向くそうだ。特に意味はなさそう。ああ、それか？それは俺の趣味だ。コレクションしただけだ。あんま気にしなくていいぜ。ああ、なるほど。店主さんの趣味ってことね。反対側にもあんのかな？もしかして。これ。右を向くぞ。ああ、同じか。なるほど。オッケー。じゃあ、これで買えるものは買ったかな？服だ。これはサイズ合うが、俺の趣味には合わないな。まあ、ハロルとこういうの着てたらちょっとびっくりするけどね。よし。じゃあ、外出て次の場所行こう。こっちは、何の家だこれ？その辺の家。ああ、なるほど。この人は？いやあ、こんにちは。ここは町だよ。特にこれといって名前はないよ。雑だねって。雑だね。お互い言うな。こっち。漫画がずらずらと並んでる。ちょっと冒険放置して読んでみちゃおうかな。読むなよ。勝手に読むなよ。オッケー。早いな、こいつら。漫画。まあ、漫画か、ここは。人参？また人参だ。やったね。なんなんだ、そのやったねって。ベッドだけど、ちょっともう眠くはないかな。まあ、さっき寝たしな、大量にな。ここは何もないと。隣、あ、結構でっかい家やんな。やっぱ、冒険めんどくさ。なんで冒険めんどくさ。なんだ今の。とりあえずこの家も入ってみる？この家入れるよね。あ、入れてよかった。わ、すげえ。何これ。どうなってんの？迷路になってんな。まあ、進んでっか。なんかすごい迷路になってますね。こっち行って、こうか。あ、着いた。ドクロを手に入れた。ドクロって何？これをどうやって使えばいいんだ？わかんねえ。武器でも防具でもねえからわかんねえ余計に。じゃあ、戻るか。この家何なんだマジで。なんか反対側にあるとかでもないしな。こっちがいけないもんね。よし、じゃあ戻ろう。あともう一箇所多分家やったもんね。この上に。この辺。あった。これだ。これ何屋さんだろう？アイテム屋かな？ちっさいな、道具屋。小さすぎるって。あの見た目からは想像できないよ。なんか買ってっかい？よし、何買おうか。ポーション。マジックウォーター。ディスペルハーブ、スティラミント。ちょっとどれがどういう効果を持ってるのか何もわかんねえ。ポーションは何個か買っといてもいいんじゃないか。もうちょい少なくていいか。まあ、3個とかにしといて。いやー、どれがどれなんだわかんないな。よし、まあ、こんなもん買ってきゃいいだろう。これでもう冒険出ればいいのかな。行きましょう。やっぱ冒険めんどくさ。また言ってんなこいつ。フィールド。フィールドの作りが。てか、魔王城どこにあんだ？これ一番先端にあるやつか、もしかして。これ森かな？ああ、森っぽいね。なんか調べられるとかではなさそう。お、なんだ？なんかキモい気配が。キモい気配？なんだキモい気配って。どんな気配だこれ？あ、オークが出てきたんか。どういう顔なのそれはハロルド。なんでだんだん、何？うわぁ、魔物だ。めっちゃ遅い。遅すぎるってハロルド。あ、そんなガンだ。やばい。逃げちゃった。勇気を出して、もう一回行ってみよう。さ、今度こそ。やっぱ怖いわ。なんかこいつ勇者らしいけど、よそ、ぶっ倒してやる。さ、これで戦うしかねえのか。オークはすげえ。行こうか。まあ、普通に攻撃でいいよな。あ、ダメージ受けてない。おーよ、ワンパン。ハロルド強っ。そんな強いとは思わんかった。どういう鳴き声？あれ？弱くね？ワンチャン僕強かったりする？上には上がいます。まあ当たり前だな。なんだこれ？この水晶何？何これ？持ってこ。ハロルドは何かを手に入れたが、ハロルドには重すぎた。ハロルドは仕方なく置いていった。置いてくんかいなんなんじゃこれは。まあ先進むか。よし、次はなんだこいつ。パスワードを言いなさい。カスカスそんな、出会って初対面ですよね。いきなりカスって言われたんだけど。カスなんだろう。カスって、カスがパスワードのパターンあるかな。そんなわけねえか。カスがパスワードと、不正解だ、このバカ。バカ森にもう一回書いてみる。あー、なるほど。森にヒントがあるんだね。オッケー。じゃあ探すしかないか。これかなパスワード。いや、違う感じ。これではないのか。置いていく。こっち行けんのかな。行けるわけじゃない。森どっかから、脇道それる。あ、誰かいた。誰こいつ。ランランランララランランラン。パスワードはよろしく。マジで本当によろしく。よろしくね。オッケー。まだ聞く。まだ聞けんの。もういいんだけど。もうない。ないさ。話すことなんてねえよ。めっちゃ言われてる俺。もう一回聞こうか。話しかけんな。ルルル、もうネタないよ。すごいな。オッケー。よろしくね。オッケー。で、それがパスワードってことなんで、いきましょう。よし。あれ足んなくない？あ、待って、普通によろしくか、もしかして。よろしく。これでどうだ？正解よ。はよいけ、アホ。アホって言われた。アホ？なんなんだ、あいつ。先行くか。次はテレーゼのコイン部屋？コイン部屋って何？テレーゼコインってのを俺にあげれば、いいものと交換したいけどね。そんなもん持ってたっけ？へえ。そんなもん持ってないよな、俺な。なんもないか。まあ、そのうち見つかんのかな？わかんないけど。よし、次のエリア行こう。さあ、ここはなんかダンジョン的なかな？何ここ？何ここ？本当に。どうなってんの？なんか、鉱石？なんだこれ？この近くにテレーゼコインというやたらとボロいコインが発見されてるんだ。あ、さっきの必要なんですか？それ欲しいっす。すまん、処分しちまった。マジか、どこやったの？その顔やめろ。まあ見てればあると思うぜ。マジっすか？それじゃあ早速。でもここにきっしょいモンスターがはびこってるんだ。きっしょいモンスター。ま、大丈夫だろう。多くの剣で完全に調子に乗ってます。調子乗りすぎだな。テレーゼコインがどこかにあるよって言ってる間に何か来てるぞ。そしてお前誰だ？探そう。化け物にやられんように気をつけてね。化け物ってお前か？こいつ化け物、何こいつ。こいつは何？化け物なのかわかんない。これ何？違うの。どこにあんだ？テレーゼコイン。テレーゼコインどこにあんだ？結構広いな。そして、きしょいモンスターってお前の話されてる？待って。あ、やばい、こいつらか、きしょいモンスター。なるほど。お前、その妖精みたいなやつ何なの？ちょっと、どこにあぶねえ。あー、なんか向こうにあんな。あっちか。上に、何それ何これ。これも何？いろいろ気になるけど。なんだすごい。いや、なんか、どんどん追い込まれんな。ちょっとね、下もなんか、下のあの門みたいなやつも気になる。あー、いやーマジか。じゃさっきのさ、門みたいな場所。あ、これだ、これ。これ何？なんもないのか。なんだ普通に行って損したわよし、じゃあ上の多分調べる場所があったから多分そっちだよね。こっち。すごい近海だなマジで。これか？これはテレーゼコインを手に入れた。よしこれだ。おお、なんか知らんけどよかったな。よし、これでテレーゼコインゲットできたね。じゃあ戻ってこいつんだよね。テレーゼコインあげよう。さあ、これでおお、持ってねえか。じゃあ君にはテレーゼが大金はたいて買ったコートをあげよう。コート Thank you。 コートをもらった。何のコートだ？なんかどれに装備できんの？これか。これがモフモフ、絶対あったかい。あー、なんかその寒い場所があるのかな。まあ一旦防御力低いからこっちにしとくか。あー、なんか雪のエリアあんな、この先。そういうことか。多分この先で必要になるんだろうね。ちょっと一旦セーブしてさ、普通の状態で入ってみるとどうなるかな。寒っ。あー、やっぱ控えしていくんだ。なるほど。ってことは、やっぱ必要だね。OK。これでコートになって、これで通れると。あー、ここすげえ雪だな。コートもらってよかった。よし、これでやっと通りに行けないね。でもないからもうコートいらんだろ。変えといて、よし。じゃあこの洞窟はどういう、よし、じゃあこの先行こう。あ、どうも武蔵と申します。おー、なんかモンスター出てきたね。こんにちは。いや、そんな近所のおばさんみたいな。あ、私が骸骨ってことには特に驚かないんですね。え、あなたは骸骨なの？鈍感すぎるよ。なんだろうな、鈍感なのか無能なのか、これは分からんな。うわー、骨だ。いや、やっと気づいたんかい。遅いって。うわー、ほー、何？え、なんで爆発したの？オルネラポー。え、なんで爆発したの？どういうことわからんすぎて怖い。私先進めばいいのかな。この柱とかは特に関係ないのかな。うわ、結構広いな。こっちから行ってみると、あ、おじさんいる。こんなゲームやってる暇があったら勉強した方が身のためじゃぞ。うわ、なんか心に刺さること言うな。やめてよ、なんか。ゲーム中ぐらいは勉強のこと忘れさせて。さあ、この上行くとなんもないか。一周したいか。オッケー、じゃあこっち行こうかって。こっち合ってるよね。合ってるな。よかったよかった。なんか一瞬迷子になっちゃった。ここ行こうか。あー、なるほど。これも普通に出れんのね。よし。じゃあ多分おそらく最後の町なのか、これ。魔王の家なんか。なんだこれ。実はここは魔王城です。行っちゃう？あー、なるほど。やっぱ魔王城なんだね。まあ行ってみようか。さ、この先だね。行くしかねえわ。なんかある。何これ。私はトロッコです。トロッコが喋った。トロッコが喋ったよ、みんな。どういうこと？なんか後々の伏線になるのかな、こいつが。わからんない。まあいいや、行こう。さあ、ここだね。行きましょう。おー、なんで魔王がそんなとこにいんだ、お前。え、これ、真正面、魔王だよね。帰ろうとすんな。帰ろうとしたんか、今。あ、だから帰ろうとすんなって。帰ろうとすんな。戻されたな、しっかり。はいはい。それでもお前勇者かよ。なんか失望したわ。というか、魔王の割に取り軽いのは軽すぎるんだよな、お互いな。いやー、まあ、バカゲーでは大体、魔王だったりするけど、俺、魔王じゃないで。あ、違うんだ、お前。そうなの？魔王さん。魔王、スライムが魔王なの。逆転しすぎだって、いろいろ。はい。こいつか。スライムということで、お前をぶっ倒す。うわ、めっちゃ急。しゃがむるか。ということで、俺の子分がうろついてるから、俺のいるところまでたどり着いてみせよ。ラスボスミニゲーム？あー、なるほど。これで多分当たったら死ぬってやつか。ちょっと当たってみる？ん？あー、え、今どうなった？俺、最後。ん？触れたら爆発だよね、多分ね。まあ、とりあえず当たんないように行けばいい。当たんないように行けばいいんだよね。ほい。あらららら、なんかすごい。全然攻撃は入ってないけど。あ、あいついる。なんもできんのかい。ああ、まあ、普通にぶつかった。じゃあ次こっちへ行けばいいのかな。はい。次どこだ？上か下か？いや、はいや。あの犬、はいや。どこ行けばいいんだ？てか、俺の周りを回ってるこいつは何なんだ、マジで。ただのお邪魔なのかな？あ、すげえ余裕できちゃった。結構余裕できちゃったよ。いいの、これで。たどり着いたぜ。それでは、普通に戦おう。あ、戦うんかい、結局。あ、多いな、そして。え、これ戦いのか？あ、防御してた、間違えて防御しちゃったよ。多いな、敵。多い。全然ダメージ受けねえし。防御してるだけなのにダメージ受けない。これもしかしてイージー系か？じゃあ攻撃してみるか。まあ、とりあえず1対ずつやるしかないよね。全然ダメージ与えらんないね、相手。相手全然ダメージ与えてこない。弱すぎるって。さあ、こっちの攻撃いくか、そろそろ。あ、強え、やっぱこいつ。ハルド強え。ちょっと待って、この量やんのか。さすがに多すぎない？戦闘のテンポ悪いよ。ハルドは新しい技を覚えた。このタイミングでテンポのために新しい技を覚えたの。どんな技を覚えたんだ一体。ちょっと長いな。ちょっといろいろと長いぞ、これ。ハロルドの攻撃、さあ、どうだ？で、技を覚えたんだよね。魔法か？あ、なんだかある。勇者なんだからいつでも敵を蹴散らせる。ぶっ倒し爆破強そう。行こうこれ多分全体攻撃なんだろうな。一瞬で終わるぞこれ。さあそろそろかな。あー強そう。まあ明らかに強い、明らかに強い。あもう全員ワンパンなんだろうな。もう長押しでいいやハロルの勝利。うぬるぽー。その悲鳴何、ずっと気になってたけど。うぬるぽーって何人いるんだ。待ってこれ全員かさっさと消える聞く前に消したな。こうして世界に平和が訪れたのであったかん。いや全然無能じゃねえなこの勇者勇者無能ってよりかただ鈍感なだけだったぞスペシャルサンクス、クソゲーに付き合ってくれた君ありがとうございます。はい、というわけで今回ちゃんのもしも勇者が無能だったらごちゃのゲームやってきました。なんか勇者が無能ってよりかなんだろうな、敵も味方もなんか全体的に無能だった気がするけど。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。